Wave mount, play the play, yeah, bitch.86なんかに乗ってるやつはアウトオブ眼中、頼まれたってバトルなんかしねえよ。勝つか負けるかなんて走ってみなきゃ分かんねえ。俺たちが負けるってことはねえって、峠の王者はランゲームだ。なぜだ、解体や寸前のポンコツのくせしやがって。その速さは何だ、ちょろちょろ走りやがって目障りだぜ。冗談じゃねえぜ、レボボードが出てなんで後ろをちんたら走ってなきゃならねえか。
86でも手加減をして全力で行くことが俺流の礼儀だ。恐るべき適応力の限界、タイヤの負担をコントロールしてこそ一流。普通のことを普通にこなした勝つのダイヤモンドは逃さねえ。よし、タイヤの負担かけるでペースを上げるから。見てるよ両親、 WD が 2WD に負けることはありえない。驚いたぜ、お金のペースを上げてきて。レースの世界などエンジンブローは負けなんだがな。はじめに言った通り、俺はバトルしたつもりはないからな。現実ってもんがよく分かっただろう。その車はもう寿命だぜ。完全にエンジンが終わってるだろう。いい機会だから86はもう潰したらどうだ。俺と競い合えるだけの車に乗り換えるまで勝負は預けておいてやるぜ。